ヤルヒニオ・アンヘロロベルト・アントニアは、オランダとキュラソーのサッカー選手。キュラソー代表。ポジションは FW。2010年9月12日に、アドデンハーグでエル・ディビジ初出場。2011年1月に、同年夏までの契約で、ゴーアヘッドイーグルスに、レンタル移籍。同年夏には1年追加オプション付きの2年契約で、ゴーアヘッドイーグルスに完全移籍した。 2014年夏には20万ユーロの遺跡金と2017年夏までの契約で FC フロー人間に加入2014から15シーズンの KNVB カップ決勝では2アシストを記録しにから例の勝利を演出タイトルを勝ち取った。しかし2016年2月25日にクラブは彼を無期限の出場停止処分とした。この理由についてクラブ側は 規則を守らず、クラブの風紀を乱したと説明している。同年8月31日に、クラブとの契約を解除し、古巣のゴアヘッドイーグルスに復帰した。2017年7月27日に、キプロスファーストディビジョンのオモニアニコシアが彼の加入を発表。9月10日のエスニコスアフナ FC 戦で、初出場を飾った。オランダ本土出身ではあるが、 キュラソー出身の父親とスリナム出身の母の下に生まれたため2016年3月にキュラソー代表に初招集バルバドス代表戦で代表初出場となったが敗れた。不老人間キュラソー。ありがとうございます。